松尾チャンネル。はい、皆様こんにちは。松尾チャンネル第49回目ということでね、もう3月も今日は28日ということで、残すところ明日明後日で、まあ、3月終わっちゃうんですね。まあ、4月相場がいよいよ始まるわけですけどね、まあ、4月は2日から始まるということでね、2日進歩荒れるという言い方しますけれども、まあ、このところの相場っていうのは本当にね、荒れ模様の相場でございまして、まあ、日経平均今日も下がってきたわけですね。これはまあニューヨークダウが大幅に反落したということでね、これを受けてのまた急落ということで、まあ、しかも今日はですね、配当値160円分ございますんでね、それも合わせて株価の下落につながったわけですね。で、日経平均は3月26日にですね、2万347円というところまで下げたわけですね。まあ、前回の段階ではね、この放送を収録している段階では、まあ、2番底形成なんてね、まあ、なんとなくこうのんびり構えてたところもあるんですけども、まあ、いよいよ底割れしてしまったということ、あっという間のこの1週間の出来事っていうのは、まあ、相当な波乱になってきたわけですね。で、まあ、大きく下げたのは、まあ、東京エレクとかパナソニックとかソフトバンク、この辺りはね、結構大きく下げたわけですけども、まあ、一方でファーストリテイリングなんかちょっと小幅の下落にとどまったりしてますし、京セラあたりになりますとプラスではプラスだということでね、まあ、銘柄によってまちまちの動きということでもありますね。まあ、こういった形でちょっとに全体相場ね、弱気の声が盛んに聞こえる中で、少しね、まあ、いつまでも下げるというわけでもなく、時にはね、リバウンドして戻るというような展開もね、想定しておかないといけないかなというところかと思いますね。まあ、下に模索をまだまだ続く可能性は十分あるわけですけども、これから少しお話しする個別銘柄についてもね、いろいろまちまちな動きがございます。全体相場がどんなに試練というか、まあ、調整といってもね、中に個別の銘柄についてはすごくいい動きをしているというようなね、こともございますので、少しその辺りを解説コメントしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、これからですね、少しね、個別銘柄についてもお話をさせていただきます。個別について一番真っ先にお話したいことは、まあ、全体がね、調整の中にあって IPO ですね、相変わらず大変なにぎわいを見せています。本日上場しました RPA ホールディングス、コード6572マザーズですね、これについてはですね、公開価格が3570円、これに対しての初値14280円なんですよ、皆さん、4倍です。まあ、ちょっとあまりにもね、過剰な評価だろうと思うんです、私は。この RPA ホールディングスというのが、まあ、どんな内容なのかというのはまた皆さんゆっくり吟味いただきたいと思うんですけれども、まあ、いわゆるそのロボットを使った業務改革、これが世の中の流れになってくるということをね、意図しながら上場してきた会社ですね。まあ、初値のあと高値17250円、さらにね、 20% 上まで上昇しました。まあ、終値はね、16440円ということでね、まあ、こんな終わり方をしてるんですが、もう一つちょっと指摘しないといけないのはですね、時価総額なんですね。時価総額なんとですね、この公開価格ですでに185億だったんですね。で、初値が738億ですね、皆さん。それから今日の終値で850億です。で、じゃあそれに見合うね、収益上がっているのかということになりますと、全然ね、そういうわけじゃないわけですね。売上でだいたい、まあ、推定が40億ぐらいの会社で、経常利益がだいたい、まあ、おそらく4億円ぐらいだろうとは推定されます。まあ、それなりにね、利益は出てますと、赤字ではないし、まあ、それなりに利益は出ている。で、まあ、伸びもね、結構大きくなってきてるというところが、背景にはなるんでしょうけども、まあ、高々って言ったら怒られちゃいますけども、4億の経常利益の会社が850億です、皆さんね。こんな評価の仕方ってありえますかね。まあ、その辺がね、ちょっと今のマーケットのいびつさ、まあ、全体相場がね、ダメな時に欲求不満の吐け口がどうも IPO 銘柄に集中しているというふうに感じざるを得ないですね。で、今日上場した、まあ、アジャイルメディアネットワーク、まあ、これもね、
会期内で終わってます。初日寄らない、まあ、昨日RPA もね、昨日上場日には寄らなかったわけですね。まあ、こういう形で一極集中といいますか、 IPO 銘柄に人気が集まっているというのがね、このところの特徴だと思うんですね。要するに、不満の吐け口をね、そういったところに、まあ、需給のいいところにわっとこう集まってくるという流れが見られるわけですね。まあ、これから出てくるいくつかのまた IPO 銘柄にも関心は集まると思うんですが、ただね、やっぱりメディア系、アジャイルメディアなんていうのもソーシャルメディアとかね、ちょっとこう毛並みが変わったというか、今までにないような少しね、こう成長するんじゃないかっていうね、そういう感じを持つような会社にはより一層人気が集まってくると。まあ、これから出てくるのは不動産系とかね、和装小物系とかね、住宅設備の保証サービスとかね、こういうのは出てくるんですけども、まあどっちかというともう産業的にはね、あんま面白くない、成長そんなにしないだろう、まあ、そういうのは多分おそらくその初音もそんなに人気は集まらないだろうということなんですけど、まあ、IPO 全体に少しね、やはり皆さんの関心は高まっているという現状があるとですね。でこの RPA ホールディング、先ほどお話ししましたけれども、これにね類似した会社ないのということをね、まあ、前々からね、私の方松尾チャンネル、この放送でですねお話をしてまいりました。その中の代表的な銘柄というのはバーチャレックスホールディングス、6193なんですね。このバーチャレックスホールディングス、やはり RPA ホールディングスが上場するという前段のところから着々とこう相場の方がね作られてまして、まあ本日高値1285円、前日比254円高までね来たわけですね。でまあ引けは1218円なので、まあ、少し一服しましたけども、まあこの類似した RPA というテーマを掲げてビジネスをやっている会社という意味で、このバーチャレックスが本日あたりは注目されたんだろうと推定されるわけですね。まあそんな形で似たものをね探してちょっとこう投資をとかいう、まあ物色金をね結構その実際にはね水面下では旺盛なんだと。ですからまあそういった流れで、まあいくつか強い銘柄もあります。例えばですね、まあこの演奏会通信って、まあ私の方でまあいろいろ皆さんにお伝えしているわけですけども、紙媒体でですね、この年初から少しお伝えしているのは創薬ベンチャーですね。創薬ベンチャーのテラ2191、これもねジャスダック銘柄で、まあ、このところの相場とはほとんど無関係に上昇相場が続いているというところなんですね。ですから不満のはけ口といいますか、物色機運の流れさえね捕まえていただければ、まあ比較的パフォーマンスも上げやすいというのがこのところの流れかと思うんですね。まあ、いろいろ全体相場は試練の時期というか、まあいろんなネガティブな意見もいっぱい出てきますけども、個別ではね結構ねしっかりしている銘柄もあるということもご理解いただきたいと。まあ、そのテラなんですけども、今週、説明会ございましたね。まあ、本当は社長の方からお話しいただく予定だったんですけれども、社長は急遽、用事ができたということで、まあ、副社長の方からね今回説明をね、まあ、こういう決算概況なりね、説明資料を使って、お話をいただきました。結局まあ業績がどうのこうのっていう話はまだねこの現段階ではねこの会社については言えないんですが、未来について語るということで言うと、まあいわゆる樹状細胞を使った精がん、まあ膵臓がんとかいろいろな精がん剤と組み合わせて効果をもたらすというこのビジネスの展開を、まあ2022年あたりに向けてすごくこう展開本格的にやっていこうという動きが見られると。さらにまあこの会社については今まで病院とタイアップしてやってたんですね。それを、細胞加工の製造自宅業を自ら、まあ、少し大規模に自らがやっていくという流れに変えて、まあ、2月あたりにもそういう発表をしてますね。まあ、こういったものがですね今期の業績見通しには入ってないということで、まあ、少しね、これどれぐらい期待できるのということを私もお聞きしましたけども、まだね数字の中に落とし込んでないんですね。まあ、そういったものを多分先取りしながら株価が形成されているということでね、今日あたりも800円台まで上昇してきます。演奏会通信の中では500円前後のところでね取り上げたわけですけども、まあ、かなり人気を集めてきているという状況かと思うんですね。ですからこの
まあ、静かにしている段階、まあ、それで少しね材料があるとかね、そういう段階でいかにコツコツとね投資をしていただくかっていうところがね、皆さんにとっては大事なことなんですね。まあ、どんどん上がっている銘柄についていくっていうのも一つの方法かもしれないですけども、ある程度は、動いてない段階で投資していただきながら、その会社のことをいろいろ調べていただくと、皆さん自身が調べていただく、研究していただくというようなことが非常に大事なことかと思うんですね。まあまあそういった形で全体相場が調整の中で少しねポジティブにものを考えていきたいというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。まあ、ということで今日収録を終えたんですけれどもね、まあ、桜の花もいっぱい、まあ、街中ね咲いてまして咲き誇ってますね。お花見気分のこの中なんですが、まあ、株式市場だけがね、取り残されたような、まあ、指数だけ見ますとね取り残されているだけど、まあ、個別になんとかねこう突破口を見出していくというようなことをね、皆さんもぜひ心がけていただければというふうに思います。引き続きいろいろ個別の銘柄についてね、説明会など開催された後にはねまたご報告をしていきたいと思います。ご心配の銘柄もいくつかございます。私どもの方で、まあ、ずっとフォロー しておるんですが、まあ、なかなかこう今のこの段階でどうということをなかなか言いにくい銘柄もございまして、まあ、そういったものがきちんと、ね、言える段階でまたお話をさせていただきたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。松尾チャンネル。